チャオ、マヒロです。11月18日じゃないの の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れてますね。はい。で、睡眠タイプはノンなんだこれ、うとうとかな。あー、うとうとだね。うとうとだと何も出てきてくんないんじゃないのか。で、寝るときはハイパー3で寝たかな。はい。ポケモンの数は7体で星さんが1つ来てくれてますね。さあ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 、何が来てくれてるかな。お、ゴースちゃんいるじゃん。あれゴースとか、それと、なんかちょっとドロドロしてる感じなのが多いな、イメージ的に。あー、ひっくり返って寝てる、かわいい。デルビルちゃん、はい。新しい寝顔はこれだけかな。なんかうとうと、なんかドロドロしてない？全てはマルノームのせいかな。あいこつの名前マルノームじゃなかったっけ。あ、合ってたねそれとゴースちゃん来てくれてるね。ゴースちゃんと、ゴーストね。はい。あ、ゴースもね、アメちゃん欲しかったから出てくれるのは嬉しい。はい、OK。 これで、お、あー、あとこいつか、ドクロック。はい。で、今日はチャンス、なんか来てくれるかな。チャンス来い。来ない。いや、ほんとさ、キャンプチケット使ってないとマジで来ないよね、チャンス。どうしようかな。なんだ、この子にあげようかな。名前忘れた。ケルベロスみたいな子はい、で、ゲットできるね。あとは、まあ別にいらないかな。まあ、ゴースも欲しい、もう一体ぐらい欲しいかなっていう気持ちはあるけども、うん、とりあえずはいいかな。はい。来週ね、 EV の EV ウィークもあるしね。はい。じゃあ今日はどうしよう、ゴーストでいいかな。はい。はい。さあ、この子の答えはどうなんだろうか。ガンバリア。はいはいはい。スキルレベルアップ。スキル多いなあ、この子は木の実タイプよね。だから木の実の数 S が欲しいところだね。スキルアップか。これがね、食材タイプ S のスキルだったらめちゃくちゃ良かったんだけどね。まあまあまあ厳選は続きますねっていう感じだね。はい。そうだね、ハイパー3で寝た感じだね。じゃあみんなの、ご飯を回収していこうか。入らないね。ご飯あげちゃおうか。
村家チョコミートは作れるね。はいはい、肉もだいぶ余裕が出てきたかな。あとは若草大豆でいいかな。はい、あ、今日ハイパー5になってくれたらマスターギリギリいけるかなあ、どうかなぐらいだね。日曜日に料理が大成功来てくれたらギリギリいけるかもしれない。どうかな、いけないかな。え、でも今日マスター5、マスターじゃないや、ハイパー5いけそうじゃない、いけないかな。ギリギリいけないかもしれない。はいはい、回収していきますね。なんかさ、イワークって結構レアポケモンっぽいね。なんか全然出てきてないみたい。なのでね、なかなか難しいかもしれないね。ゲットするのも大変らしい。なのでもし出会えたとしても一発ゲットは無理かもしれない。なのでね、まあのんびりとだね。ほんとポケスリはのんびりとだね。やっていこうと思います。はい、皆さんは何かいいポケモンが出ましたでしょうか。イワーク出たかな。よかったらコメント欄で教えてね。はい、では、明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。